平成18年8月25日は福岡市東区海の中道大橋において3名もの幼い命が飲酒運転の事故により奪われた日です。今年は事故発生後10年の節目になります。二度とあのような不幸なことが起きないよう、飲酒運転をしないことはもちろん、飲酒運転をしそうな人を見かけたときは110番通報をしてください。よーし、あ、2人で、暑い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 、暑そば二つ。で、あとどうです、飲みます？飲む？ビール？ビール？うん。まあ暑かった。ビール。車はどっちですか？ああ、もう俺が運転します。あ、すみません。勝手に何個勝ちやけ。はい、じゃあ焼きそば二つとビールね。はい、お願いします。はい。どうも、お待たせしました。ああ、ビール。はい、はい、はい、はい。焼きそばですね。はい、はい、はい。どうも、どうも。はい、どうぞ。はい、どうも。はい、どうも。です。はい、お疲れ様でした。いや、今日も終わったですね。うん、終わった、終わった。はい、はい、ありがとうございます。うまい。いいっすか。うまい。暑かったっすもんね。うん、やっぱうまい。うまい。うまいっすか。うまい。俺も一杯もないっすかね。オクトバ通り、オクトバ？いやー、僕、絶対送ります。オクトバ？ちょっとしかないわけ。うん。いかがですか？何、いっぱいだけ？はい、ちょっと開けます、開けます。よし。すいませんね。はい。あー！マカロー？やっぱ暑かったわけですね、うん、やっぱ、うん、最高、あーやっぱうまいわ、うん、あーしゃあ食ったー、はあ、腹いっぱいですね、はあ、いやしかしビールもうまいですね、もういっぱいしもん今日は、いやいっぱいだけって思ったけどやっぱ3杯ぐらい飲んでしまったですね、あ、ビュートラメ全然言うとはこれぐらいだもうちゃんと送ったんだよ、心配になってください、もうすぐそこやけ頼んだ、大丈夫大丈夫です、もう行きましょうか、やったらね、はい、行こう、よし行きましょう、よいしょ、よいしょ、よいしょと、おめでとう、ごちそうさまありがとうございました、すいません、よっしゃおばちゃん、はいはい、ちょっといい、はい、今、自分の横におったお客さん2人、うん、おいちゃん2人、もうお店出ていった、なんか今は会計されたんですよ、あの、白のタオルを頭に巻いてた方、うん、お兄ちゃんの方運転するって言ったでしょ、うん、うん、ビール3杯ぐらい飲んで帰っていったよ、うそー、あれ、多分飲酒運転するよ、え、どうしたらいいとかいな、そしたら、じゃあ自分が警察に110番しよう、あ、いいですか、うん、お願いします、110番します、うん、すいません、お願いします、もしもし、あ、警察ですか、あの、私、今、小石原の宝石山荘という居酒屋にいるんですけれども、今、私の横にいた2人組の男、この男がですね、ビール3杯飲んで、あの、運転するって言ってたんですよ。で、今、お店出たみたいなんですよ。はい。絶対飲酒運転しますよ。あ、今、車乗りました。今ですね、9124の白色のフォレスター、この車に乗って今お店の駐車場から出ました、早く来てください、絶対飲酒運転してます、暑かー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 、こんなことない、暑かー、暑かー、暑かー、ちょっといつ待ってください、事故らんごてね、頼んだよ、いっぱいせんで、9124の白の運転手さん、左に車を止めてください。
9124、白の車の運転さん、左に車を止めてください。運転手さん、こんにちは。赤倉警察署ですけれども、ないよ、急になんで車フラフラしようてて、人ランチャー、人ランチャー、間違いないよ、お前何度ラン運転手さん、ちょっとパーティーしてもらっていいですか。うん、うん、あ、もうちょっとこっちにいいですか。なんかお酒の匂いがするんですよ。こっちが飲んだわけじゃん、うん、ちょっと確認させてください。確認って何すると、うん、一応免許証を持ってちょっと確認させてください。免許証だけ、うん、お酒の検査しますんで、検査する件ですね。調子いいね、もうそもそもな、もう飲んじゃらんちゃうの、うん、そういうの確認だけさせてください。確認こちらいいですか、こちらに。もうなんか歩き方がフラフラしてるんですよ。じゃあ今から検査しますね。はいはいはい、すぐ歩いちゃうの。1回で大きくふーって膨らませてください。膨らませてあげたね、はい、パンパンになるまでお願いしますね。パン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 ね、はい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 、パンパン、はい、ありがとうございます。いい、これでいい、はい、さあ今から検査しますね。出らんて、いい、出らん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 けん。今回の運転手は呼気によるアルコール検知検査を行い、基準値を超えていたということで、その場で現行犯逮捕されました。飲酒運転は厳罰です。酒気帯び運転は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金。点数は25点、または13点です。酒酔い運転は5年以下の懲役、または100万円以下の罰金で、点数は35点です。許さない、飲酒運転は110番。皆さん、飲酒運転を見かけたら、警察官に通報してください。110番通報の方法です。1、110、110番に電話してください。2. 警察官が必要なことをお尋ねしますので、落ち着いて質問にお答えください。いつ、どこで、車両のナンバーや特徴、どのような状況か、などをお尋ねします。3. 関係する警察署などに指令が行われ、警察官が対応します。その時のお願いです。運転中に発見したときは、安全な場所に車両を止めてから110番通報してください。飲酒運転は絶対しない、させない、許さない。飲酒運転を完封。